おはようございます。それでは皆さんに各一人1000円を渡してみたということで、はい、何を食べ物を買ってくるかを検証したいと思います。うわー、なるほど。じゃあリーダー、生々しい。ありがとうございます。千円札を渡してみた、スタートです。ありがとうございます。の旅行ってきます。ハリマの好きなお金じゃん。大好き。何食べたい？え、どうしよう。これさ、全部制覇できると思う？無理でしょ。無理だよ。私アイス食べたい。アイス食べたい。クレープ美味しそう。めっちゃ並んでるアイス。あ、ねえねえ、分かった。ねえねえ、割り勘、割り勘すればいいんだよ。半分、半分、半分したらさ、アイスいくらだ。2個食べれるじゃん。アイスいくらか見てくる。え、半分、ね、400円か。え、ねえねえ、みんなで力を合わせればいいんじゃない？え、やだやだ。なんで？ポテトのところ行こう。いいよ。いいよ。うん。適切まで。え、どっちを？でもアイスは完食する。あ、分かった。アイス買った。うん。うん。そう、ごめん、なんでもない。なんだよ。絶対君のローストビーフ丼。え、足りない。足りない、足りない、もう。足りない。前回のことでこれを自分に何を買ってくるかを検証したいと。え、ないない。これはなんか自分の使い方がちょっと試されるやつですね。はい、ではお三方の制限を渡してみた企画スタートです。ね、うちは全部食べる気だったのに。よかった。足りない足りない。足りない。ちょっとハニマと契約が決まった。じゃあさ、あの、私の100円でクレープあ、いいね。おっしゃ、え、決まりました。牛タンを2人で割りの、割りの、割りのアイスとクレープを買う。はい。じゃあ行ってきます。行ってきます。今から並んでいきたいと思います。あ、先に牛タンの方がいいのかな。え、どうする？え、あ、あれじゃない。余ったお金で牛タン払えばいいんじゃない？そうだよね。細かくしてって、そしたら1000円1枚なくなっちゃうから、まあ足りない分は自腹で。オッケー。君のはローストビーフ丼。もう一択？一択。ビーフは迷い中です。え、絶対半分とかしても。こっちはこっちの半分。どうしようかな。でもがっつり食べたいよな。そう、がっつり食べたい。君の朝ごはんも食べてないから。食ったことない。あの、こうやってやって、こうやってやって。どう、インスタ映えてる？インスタ映え、インスタ映え。みんなでさ、食べたいものをシェアしよう。オッケー、行こう、そうしよう。それ、その作戦に行こう。私たちはどれだけより多くの種類を食べれるかっていうのをよろしくお願いします。え、どうする？餃子は何なの？餃子、そうですよね。値段を見よう。値段見よう。お金で？え、待って、私が払って、のんちゃんが払って、余りを合わせて牛タンで。そう、オッケー。入ります。自分で決めるんだよ、そういう時は。